こんにちは。こんにちは。どうも。片平さん。はい。小田さん。片平です。こんにちは。ページ大阪です。あ、いつもいろいろお世話になってます。こちらこそ、いつも取り上げていただきありがとうございます。はい。聞きましたよ。今度本出されるんですね。そうなんです。よくぞ聞いてくれました。こちら。2月の25日水曜日、私初めての本を書くことになりまして、はい、初めて初めてです。仕事で得する天気の雑学ということで、いっぱい雑学を詰め込んだ本を今回書かせていただきました。あらまあ、でこれどんなことを書いてあるの？雑学。はい、今まで天気予報の本って結構いっぱいあって、うん、はい、天気の豆知識とか、あと天気の雑学ですよね、うん、そういったものを書いてる本も結構多かったんですけど、うん、それを例えばビジネスマンの方とかが実際の仕事の中で使っていただけるような、うん、そういうこう役立つ得するっていう部分をこう主眼を置いて書かせていただいた本というわけなんですね。今までこんな本が実はそんなになくて、うん、皆さんの生活とかお仕事をしていく上でこんな風に天気予報を使っていただいたらいいのにとか、あとはこんな風にお天気の豆知識をね利用していただくと得するのになって部分があったりして、それをまとめさせていただいたという感じです。仕事をされる方いろんなね場面があると思うんですけども、うん、例えば営業の会話の時とか、はい、あとは営業で移動される時とか、うん、あとは健康管理も大事ですよね、うん、健康面、あとはやっぱり一番大切なのはお財布じゃないですか。はい、それはかなり大切ですね。はい、でこの4つの章に分けて、うん、それぞれ役に立つようなことを書かせていただいていまして、36個雑学がありますので、その36個自分の好きなものからこうペラペラっとめくっていただいてね、見ていただくと役に立つような感じにしてますので、ぜひ通勤のお供に使っていただきたいと思います。あ、そうです、はい、ほんできっとこれってまあそういう仕事って書いてあるけど、はいはい、学生さんとか主婦の方もね、あ、見やすいんちゃいます？よくぞ言ってくださいました。そうなんです、ビジネスマンが役立てていただける部分もあるんですけども、うん、それがメインなんですけど、うん、本当に普段の生活で役立つような部分も多いですから、うん、まあ家でお仕事家事をされている主婦の方とかね、うん、あとは学生さんとか、うん、これからの時期新社会人さんとか、うん、新しく進学される、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、そういった時にもちょっと役立てていただける豆知識を書かせてもらってます。あ、はい、楽しみです。はい、防災っていう硬い面から本当に生活のこう柔らかい部分までいろいろ役立てていただく部分を書いてますので、うん、ぜひ本屋さんに手に取っていただければなと思います。あ、わかりました、はい、ほなこれからも一つ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、じゃあどうも失礼します、はい、ありがとうございます。